お、綺麗だね。見せてる？武甲さん。あ、レンタルカール。自転車のレンタル。これどこ？バイクもあるね。すごいね。知らない。見てよ、かわいいね。目戸駅が目戸駅です。イカ食べてる。あ、すごいね。これ高尾の観光スポットを案内してる。うん、これイカ食べるチーズインだね。うん、すごいすごい。メタルハンバーもある。あ、油っていうのは頑張ってね。高美秀一零秒多啊，喜拉奈安娜娜天涯衰啊，これシールかな。あ、シールも作れる。シールが作れる。お、ありがとうございます。あ、この電車乗ったことあるよ。すごく増えたね。あ、これ中央公園だね。中央公園。そうそうそう、よく知ってるね。あ、日本語がある。高尾が高尾がもっと発展しますように十分発展してるだろう。そうそうそう、ミニ列車。あ、これはここだね。
以啊，林真也很贵的，不能过去林真也很贵。哦，プリクラ。プリクラ50元安いね。这谁的？哎，你还我喝水。不要啊，拿来还我。你就说要纸纸的，不用撕，你就直接去盖。不用撕。嗯，そうだね。你为什么要带？啊？为什么带？没有你的带垫子。垫子。好了，够了，可以呀。ステーキを食べるとか。うん。お。没有。KRT があるなのに台北市場映ってる映画あるのな。あれ台北の市場だよ。この前台北のコミケに行った市場だね。配信用のスマホの撮影、うん、撮影は iPad。で、放送は iPhone で。まあ、ブログを書くだからね、撮影が必要。と実は昨日は本が出版しました。Amazon で。Android 持ってない。僕は iPhone 信者です。台湾一度行ってみたい。ぜひ来てください。あ、広告面がある。卵がある。うん、そうだね。アンドロイドが安いだから、安いだから好きの人が多いからね。で、iPhone が高いとか。でも、あの、Android がよくすぐに遅くになるのイメージがあるけど、実際、最近の iPhone か iPad とか、新しい iOS を更新したら、
遅くになるよね。ちょっとがっかり。まあ、でも設定が簡単だね。アンドロイドなんか複雑。あの、アンインストールがすごくめんどくさい。iPhone 使いにくいの。そうなの？違うだろう。親戚が結構ソニーのスマホが愛用してるけど、でもその撮影がすごく遅い。ソニーの写真撮影がすごく遅い。うん、ここはブログで紹介します。あ、朝って人が少ないね、高尾って。それがのんびりができるって、私はそれが好きです。朝の水戸駅、今日土曜日だね。人が少ない。今8時。今日市が一番人多いね。臭いと福井で臭いと臭いよ。日本で食べられない。日本ないね。日本がその臭い豆腐が販売すると絶対クレームになれる。お、キス、キス、これもキス、これもキス。最近台湾で話題になってるよ。同性の結婚がすごくなんかデモがあって、支持してる人と反対の人がお互い喧嘩してるらしい。日本もまだできないよね、同性の結婚。
ここ数日チーチンのシーフードがめちゃ恋しい。あーチーチンね、朝の渋谷ができる。あ、ウフユカード使えない。日本語。チャージ、お問い合わせ。今日は10時からやってます。10時から8時半そのショップ、商店ショップ、あ、パパヤミルクがある、100円。あ、今円安だから120円。豆乳もあるね。豆乳が70円。カルピース。カルピース70円。うん、高め、症状だらけ。すごいね。パパミルクは、私はロイフォンヨイチの、6号ヨイチのパパミルクがちっちゃい。なんか、500cc くらい。500cc で、ロイフォンヨイチのあそこにお店があって、専門店が多分 700cc があるだと思う。じゃあ多めに飲める。そっちの方が好き。あと私飲むの時は砂糖なしで氷多め、シャーベットのように作ってほしい。これどこ？岡山。これは岡山です。見たことあるよ。岡山。え、これまだあるの？日本語書いてある。伊能電周遊券でここでクーポンがもらえる。あ、民進党コーナー。各位旅客请注意，当列车关门警示音响起，请勿再强行进出车门。高市長、谢谢您的支持。
高市長。うん、そうだと思いますよ。国民党を支持する人はそのままサインが置いてるよ。あ、この人を不正する人、不正不正。僕はその不正の大統領大嫌い、うん、なんか変なこと、この人もね、この人も嫌い。その民進党の人バカみたい、やることがおかしい。不正でお金を不正、息子の会社に不正のお金、結構台湾で有名だからね。今もあの今もまだ警察署の中に、嫌い嫌い、とかしちゃう。台南市長、台中市、台中市長も評価が悪いですよ。台中市長林さん、日本の知名度まだ低いだと思うけど、評価も悪い。台南市長は日本の役者に似てるってよく言われてるね。